プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りします。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターことサンビロの笠原雅宏です。はい、マスター、本日11月19日、はい、金曜日ですね、うん、昨日、あれですね、ボージョレーが解禁されて、ボージョレーヌーボー解禁、うん、そうか、うん、11月の第3木曜日、ね、第3木曜日で、うん、ワイン好きとしては今年もどんな味かなと、まあ、あんまりね、でもまあ昔ほど騒がなくなりましたからね。騒がないですけどね、うん、本当昔はあちこちでイベントやってましたけど、昔はね、なんかボジョレーをもうその一番世界で早く飲むとかね、そうですね、バブルの頃ありましたね、そういうイベントがもう六本木とかでもみんな飲んでましたもんね、何だったんでしょうね、あれはね。まあ別にボジョレ・ヌーボーに罪はないですけどね。そうですね、うん、ワインを楽しんでいただきたいと、うん、美味しいと思いますよ、ボジョレ・ヌーボー ね、軽いから日本料理にも合うしね。11月はこの間も言いましたけど、うん、いいなんとかの日って多いでしょ。でね、11月24日ってね、いい和食の日なんですよ。ああ、え、いい日本食っていうことで、あ、2と4だから。そうそう、へえ。だから11月って結構ね、やっぱそういう和食関連のイベントとか、あ、多くなるんですよね、例年いろいろいろ。なるほど。それでね、ついこの間ね、はい、やっぱほらちょっともうそういう少しイベントとかできるようになってきたじゃないですか、うん、まあちょっとあるあの和食のね、ちょっとイベント的なのに、うん、まあ、ちょっと軽い感じのイベントがあって、はい、まあそれのゲストというかね、コースで呼ばれて、うん、まあ行きました、はい。でまあ、とにかく笠原さんには和食の良さを話してほしい、ね、和食の、うんうんうん、和食を食べることによって、ね、はい、いかにそれが体にいいか、ね、あとはまあ今若者がね、うん、和食離れが進んでるから、うんうん、まあね、和食を食べる、あと体にいい、はい、あとね、日本のいろいろこう取れるものはね、食材が豊かで素晴らしい、まあその辺のことを笠原さん的にお話ししてほしいです。わかりました、うん、まあ私もね、和食をやってもう31年、うん、和食を愛してますから、まあいろいろいい話しますよ。で向こうも、いや本当ありがとうございます、うん、和食最高ですみたいな感じで、そのね、主催のおじさんたちと、うんうん、で、まあまあわかりましたとかって、でまあちょっとその本番まで時間ありますから、あのちょっとお食事、あのお昼まだ笠原さん食べてないんでね、ちょっとみんなもまだお昼、うん、まだちょっとお昼してその後やりたいと思います。分かりました。で出されたお昼がサンドイッチだったんですよ、うんうんうん、今こんなに和食っていいですよねって伝えろと、はい、散々言ってるんですよ。いかに和食が体にいいか、ね、和食を食べることにより、ね、日本の食材を理解する、ね、今ほどの和食離れを危惧する、散々気持ちよく言ったおっさんたちが用意したのがサンドイッチですよ。これどう思います？すごいですね。僕はびっくりしてですね、びっくりしますよね、唖然としましたよ。なんかせめておにぎりとかね、せめてね、まあ、おにぎりとかさ、うん、まあ、普通の幕の内弁当みたいなのとかさ、 ね、 ねいや、えって言いましたよ。バッって、だってそうですよね、今なんかこうね、ああいうサンドイッチ系とかそういうのも流行ってるし、うん、だけどまあ体のことを考えてやっぱり和食とかね、バランスをっていうことなんですよ、テーマがね。別に僕サンドイッチね好きですよ、うんね、サンドイッチ、ね、全然文句もない、うん、ただそんだけ和食がいいっていうイベントをやろうと思う人たちだったらちょっと料理としてはこれ間違いじゃないかな。だからいつも逆説を考えたらこうしてないでしょ、いつもマスターは和食だから、こういう時は美味しい卵サンドとかがいいんじゃないかって。まあどうなんですかね、うん、まあでも本当こう俺とね、こういうことは俺本当に多くてなんか俺なんか隠しカメラとかで撮られてるのかな、たまに思う時あるのドッキリかなみたいな、面白すぎて、そういうことが多くて。なるほど、うん、これでも最近ちょっとイベント始まったから面白いエピソードが増えてきてるんですね。そう、だからそれはまあね、えっていうね、そのびっくりするね、まさかのサンドイッチあともう一個、やっぱりちょっとした料理教室的なのやったんですよ、はい、でね、それもまあキッチンスタジオみたいなところでやるんだけれども、うんうんうん、まあもう散々ねやる前に打ち合わせをしてんですよ、その料理の、 あの準備してくれるそういうね、うんうん、フードスタイリストみたいな女性たちが3人ぐらいいて、で4品ぐらい作るんで、うん、まあ、この料理にはまずこれと道具のお鍋使いますね、これには混ぜるからボウルもいりますね、そうですね、うん、そのためにちょっと早く行って打ち合わせをしてるわけよ、うん、でこの器に盛りましょう、うんうん、これは煮てる間にちょっと時間が空いちゃうから、はい、じゃあこれを煮てる間にこのメニューを一回やっちゃおうかなとか、うん、で段取りよくこうね、これから行きましょうか、うん、すっさ打ち合わせをしてるわけですよ、ね、これにはこれがいりますよね、はい、でじゃあいざ始まりました、う
で、はい、なんとかですってこうね、料理つく気持ちよく作ってて、で、あ、あれですね、ちょっとあの混ぜるゴムベラありませんか。じゃあそこのね、キッチンスタジオの配置っていうのが、すべて俺がそのやってる調理台の下に入ってるわけよ。あ、ね、物が、はいはいはい、だから、はい、じゃあすいません、そのゴムベラがないんだけどっつったら、ね、なんかそっちの方の棚から出てくるのかなと思ったら、その逐一、あ、はいってそこの女の子が来て、俺を一回どかして、俺の下の引き出しをガラガラガラって開けて出すわけよ。だからあんなにこれ混ぜるからゴムベラって言ってたのにみたいな。前もって言ってることが何一つ伝わってないんだ。もそうだな。ああまあまあしょうがないよね。ね、生でライブやるとこんなことありますよねって一回ぐらいならまあ俺もいいよ。うんうん、じゃあ次はですね、あのこれ一回ちょっとザルでこさなきゃいけないからザルありますか。はいっつってまた俺の下を開けて俺をどかしてガラ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 って俺の下の引き出し開けてならもう俺が出すわってなるじゃん。ね。なんなのこれって、うん、さっきの打ち合わせで僕言ったよねみたいな、あんまり怒りたくないけどさ女の子にそうなっちゃうじゃん。いちいち来てやって、いちいち来てよ、あちょっといいですか、いいですかって俺どかされて俺の下からガラ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 ってこう開くようになってる、そのアイランドキッチンみたいな感じでさ、はい、それがその後5、6回続いて、うん、もう俺も途中からもう面白くなってきちゃってはいまた下から出ますよそこが上手ですよね。もうそこを 逆転の発想でちょっと面白くしないともうやってられないってことですよね。そこはそんなこともありましたね。えらいえらい、うん、なるほどね、まあ、あとはねあれですね、まあ、あんまりこういうちょっと愚痴っぽい話ばっかしましたから、はい、まあ、ちょっと最後はね面白い話で、うんうんうん、あの先週もやった北海道エピソード、あ北海道エピソード、はい、あの思い出したのがね、はい、それもね札幌でね、はい、なんかねすごい札幌で、うん、やっぱ僕のイメージってやっぱ北海道だからやっぱちょっとそういうね海鮮系が食べたいなっていうんで、はい、うん、自分でいろいろ調べたら何個、ね、何回か出てくるお店があったの、うん、居酒屋です、はい、海鮮、まあ、海鮮が美味しい、うんうんうん、でちょっとなんかロバ、なんていうの、ロバタ焼きみたいな人もね、いろいろ魚を焼いてくれたり、はい、あと俺ああいう牡蠣とか好き、貝とか大好きだから、そこはなんか生牡蠣とか、うん、なんか行った人のそういう感想とかでもね、うんうんうん、まあ、とにかくそういうのが美味しい、海鮮が美味しいみたいな、はい、あここいいな、なんか写真の雰囲気もね、うん、あのちょっとレトロな感じでね、はい、あここいいわ、うん、でもなんか人気があって入れないかなと、うん、で電話してみたの、はい、何月何日、ね、何時からだったら、うん、女性が出て、はい、ああその日、うん大丈夫よ、うん何時から、あ大丈夫大丈夫、空いてる空いてる、でガシャって切られちゃったんですよ、うん名前も俺連絡先も告げずに、うん、その日、うん、大丈夫よって切られちゃったから、あれ面白い、まあ多分それぐらい大丈夫な店なのかなと思って、うん、まあ本当その日行ってみたらよって言って、うんうんうん、そしたらまあそんな混んでなくね普通に入れたんだけども、うん、まあ店内にね俺以外に2組ぐらいいたかな、まあ、中年のね、はい、ご夫婦かカップルか、はい、でまあそこ座ってで通されて、うん、でもその人一人でやってるんですよ、その女の人が、ちょっと薄暗い店内でね、マスター一人で行った、俺一人で行った、渋いな、うん、薄暗い店内ででメニュー見て、うん、うまそうなわけですよ、もう本当にその一人だ、魚介類とかうわーって書いてあって、うん、ただねまあまあ値段もいい値段だ、やっぱそれなりに高いんだけど、うん、いやでもこれいいわ、せっかく来たから、うん、もう食べたいの全部、うん、そしたらそんな食べれんのみたいなちょっと怖いわけですよ、お母さんが、そんな一人で食べれるとか、あちょっと多かったですかね、うーんまあじゃあ様子見てこれとこれだけにしてね、後から食べれたら追加でいいんじゃない、うん、あそうですね分かりました、なかなかね的確な指示で、で生牡蠣かなんかと、うん、あとまあ貝のお刺身とかとね、あとなんかロバタギで焼いてもらったから、うん、でそれも全部そのお母さんが、うん、一人で焼いて全部やってるの、調理から接客からで、あそうなんだ、でもかっこいいのが、うん、そのお母さんね、まあ、作り終わってちょっと落ち着くじゃん、うん、そう必ずそこのねカウンターの中っていうか、まあ、ちょっと厨房のところで座るわけ、うん、でタバコ吸うわけちょっと作り終わると作り終わった、うまそうに、すっげえうまそうにでさらに冷蔵庫を開けて、うん、ビールの大瓶プシャッと開けてすっげえ飲むの、それをすっげえうまそうに面白い、かっこいいなこのお母さん、へえ。それでまた、あすいませんって俺が頼む、はいこう来て、で、あ、そうですね、あの何々と何々って追加でいいですか、あ、いいよ
じゃあ作ってくるから、うん、でもまた作ってくれるわ、うん、で作り終わってまたタバコ吸ってすっごいなんかこうしかめっ面してるタバコプワーって吹かして、でまた新しい OB 開けるからビーパカーってでカカカカカカって飲んでかっこいいな、すごいね。で俺もそれもうその光景、うん、ね、俺一人だからこう見ちゃうじゃん、で目があってそしたら何みたいな感じ寄ってきて、あやばいなんか怒っちゃったかなみたいな、うん、たらお母さん自分だけで OB 持ってきて俺についてくれたのこうやってあんたも俺もずっとビールだったからあんたもビール好きねとか言って小料理屋さんみたいなそんな感じだったんだ、もうなんかもういい感じなの、渋い、どの料理も美味しいし、それでまたまあ俺と一杯ビール、あすいませんありがとうございます、うん、なんか僕の方から逆にご馳走しようと思ったんですけど、うん、すいませんまあいいのやかっこいい東京から来たのとか言って、あそうです、へえ、まあゆっくりしてきなみたいな、でまた自分の席に戻ってタバコポカッってでもうしばらくしたらなんか何も言わずに冷蔵庫からなんか出してこうペペやっつって器に持って、あんた白菜好き、ああ大好きです、うちで漬けた漬物、置いてめちゃくちゃそれ美味しいの、あまりにも美味しくて、すいませんおかわりいただいていいですかそしたらおかわりからはお値段取るわよいやそう当たり前ですよ、はい、でまたタバコ一仕事するとタバコとビール必ずそのお母さんもすごいわけですよ、すごい、なかなか今、ね、東京とかじゃそういう店ないですもんね、あらいい店だね、名店ですよ、すごいいい店、でもやっぱりそういうの見つけるのも上手ですよね、マスターもね。でもお店の名前とかどうせりしちゃったんだよな。ああ、でも大体の場所覚えてるんですか、うん、覚えてる。なんかちょっとしたなんか雑居ビルの2階かな、ね、へー、うん。また行きたいな。ね、うん、なんかやっぱり地元ならではの、本当に地元ならではのお店ってことですよね。うん、やっぱりそういうところっておそらく地元の人とかも、うん、多分そうだね、集まってくるような店なんじゃないかな、近所の。その2組ぐらいは常連っぽかったもんな。そうだよね。きっとね、俺だけが新参者でさ。でも気に入られたんじゃない、ビール好きで、まあまあ、あと食べ方とかビール好きだった、そういうので分かると思うから、うん、やっぱりお料理やってる人って多分お料理を本当にこう変な話こう愛情を持って食べてるかとか、うん、そういうの分かるじゃないですか、だからきっとマスターはそこが見抜かれたんじゃないですかね、よかったです、うん、また行きたくなってきたの、あそこでいいですね、うん、今度行く時マスターにも教えてもらって、ああねえ、もう店名ほんとどうするしちゃったんですでもそのうちまた思い出しましたよね、まあ、ね、きっとね、いや、うん、このご時世いろいろ調べれば出てくるよ、そうですよ ね、でもマスターはあんま調べ、どうやって調べたんですか、だからもう最初はもう本当になんか居酒屋で美味しい、あ聞いたんだ、あ海鮮居酒屋、美味しい居酒屋聞いたのかな、ね、俺お客さんに、あ確かそうかな、俺そんなネットとかで調べるタイプじゃないから ね、うん、それで行ったんだな、うん、じゃあ誰かにやっぱり口コミで聞いて、そうお客さんに聞いたんだと思う、なるほど、うん、じゃあぜひ札幌の、ね、うん、お店探してちょっともう一回行ってみたいな、行ってみましょう、まだあるかな、それも不安だな、そうですねお母さんタバコの吸いすぎとビールの飲みすぎで大丈夫かな、元気かな、元気かな、ね、何年ぐらい前ですか、俺はでももう5年は前だと思うな、うん、そっか、うん、まあ5年経ってるとね結構月が流れてますから ね、うん、ね、やっていることを願って、そう5、6年前だと思うな、うん、また調べてみたいと思います、うん、はい、ということでマスター、はい、今夜は最後は札幌のお母さんのお話で、そうですね、まあ、北海道北海道のね流れからはい、はい、やりましたが、ぜひね、まあ、旅行もね少しずつ ね、 旅行行きたいです ね、 ね行けるようになってきたから、ね、もうみんなも気をつけながらね、うん、せっかくなので、はい、美味しいものをこの季節ですしね、はい、ほんと紅葉とかね食べ物とか楽しみに出かけてもいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで今夜もお届けしてまいりました、お相手は金森理香とマスターごとスタンピロロン笠原雅宏でした、ありがとうございました、プレミアム B ライフ、この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りしました。モデル事務所水木コミュニケーションではエンターテインメントで人々に感動と笑顔そして活力をに共感できる方を募集しています。モデル事務所水木コミュニケーションではモデル、タレント、俳優を目指しているフレッシュなあなたのご応募をお待ちしています。詳しくは水木コミュニケーションで検索。